つをこうして、よっと。よし。その慣れた手つき。お前、前にもここに来たことがあるな。おお、派手にドンパチやらかしている連中を出し抜くのにはちょいとばかり苦労したがな。こんなに面白そうなおもちゃを見逃す手はないだろうが。下調べは万全だぜ。油断できんやつめ。だが相変わらずの純粋な知識欲、それだけは認めてやるぜ。不審な飛空艇を追ってみれば、手配中のシドガーロンドを見つけられるとは。そして天才気功師がここにいるということは、例のブツも近くにあるだな。わあ、オラにも月が回ってきたぞ。やっぱり帝国軍も石膏を放っていやがったか。おい、しっかり足止めしておけよな。クソ、奴を一人で先に行かせるわけには。俺はネロを追う。連中の相手は任せたぞ。我が名は豪雪、遥か東方土間国の侍大将なり。いざ尋常に勝負せい。
コン。時間凍結解除、システムチェック、オールクリア。そっちは？こっちも終わった。目覚めるぞ。すげえ、こいつは最高のおもちゃだぜ。目覚めた途端に光の舞を認識しやがった。さすがはバハムートを捕らえし者だぜ。だがこいつは完全な自立型無人兵器だ。アルテマウェポンと違って人が乗って直接操縦するわけにはいかない。起動後オメガはマユの蛮神を捕らえようとするだろう。その後にできることは時間凍結システムを使って活動を停止させることだけだぞ。問題がありゃ緊急停止させるまでだ。ま、詳しい検証まではできちゃいねえが、俺様とお前がいてできないはずがねえ。私バカだからよくわからないけど、いいのかな本当に。
どうするって、私が決めろってこと？分かった、私決めたよ。シド、どいて。それを押せばいいんだよね。ああ、パパリモがくれたチャンスを逃すわけにはいかない。だから私は、私の責任でこれを押す。パパリモのためにもお願い。いいぞいいぞ、その調子だ、かわいこちゃん。オメガ起動シーケンス確認、発進するぞ。
オメガの反応消失。時間凍結システムはまだ起動していないぞ。何がどうなっているでござるか。拙者機械は苦手ゆえな。俺様とシドの操作は完璧だった。だがオメガからの通信が途絶しやがったんだ。とにかく現地で観測してる奴らに確認するぞ。ああ、ひとまず時間凍結システムは起動しておいた。これで暴走のリスクはなくなったはずだ。さあ、グリダニアに戻るぞ。オメガはあいつをやっつけたよ。パパリモがかけた魔法がこの世界から消えていく。つながりが途絶えたの。